さらにさらに限定ステッカー合計9種をランダムで1枚封入。ありがとう。はい、ということで、でもちょっと待って。何？なんか、うん、動画撮る前一回顔とか確認してないんだ今日ちょっと。あ、確かに身だしなみね。そうそうそう、髪型とか結構見た？見てない見てない。こういう時になんかさっと見れるなんかこういう鏡とかないかな。ハンドミラーみたいな。ハンドミラーみたいなやつあったらいいな。あったらいいな。ちょっとあったらいいな。今日何撮る？てか今日何撮る？とりあえず挨拶したけどさ、なんか来てるじゃん通知は。何何何？20のアカウントから。マジ？何何何？俺？何何何何何？ええ？ちょっと待って。20ファンクラブ限定グッズ第1弾20ハンドミラー発売決定だって。そんなことあんの？マジ？たまたま今欲しいなって思ったら20の限定グッズ発売。20オフィシャルファンクラブ初となる会員限定グッズ、記念すべき第1弾は20ハンドミラーよっと。これ撮影前とかにパッと見れるってことでしょ。そうだな、めちゃめちゃいいじゃん。俺らのでっかい髪の毛言ってたじゃん毎回姿見でな。そう、めんどかったじゃん。うん、いやロッキーだねこれ。ぜひお見逃しなくと。いやこれ20か20モバイルに入ってないとダメってことだね。そうだね。それ見ていく前に、うん、どうしよう。20ファンクラブ限定グッズ第1弾ってことは第2弾もあるってことだねって思った方チャンネル登録高評価よろしくお願いします。もっともっと光るよ。はい、ということでね、このまま公式のページに来ました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、 WiZiU ファースト FCA 限定グッズ WiZiU ハンドミラー発売決定と。はい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 、 WiZiU オフィシャルファンクラブ初となる会員限定グッズが発売決定、記念すべき第1弾は WiZiU ハンドミラーと。なるほどね。お家で使ったり、うん、通勤通学のカバンに入れて毎日持ち歩いたり、うん、使うたびにテンションが上がる完全オリジナルハンドミラーです。だってなるほどなるほど、使うたびにテンション上がるってやばいね。まつげもわかんのかな。まつげはわかんないでしょ、見てるだけで。あ、だからそういうことじゃない。そういうことだな。これをこう持ってこうじゃない。そういうことだ、完全に。で、こうじゃない。うん、で、こうじゃない。そうだな。うんですね。うん、でミラーの部分には WiZiU のシンボルマークが大きく使用され、持ち手にも WiZiU のロゴと20のロゴが彫られた今ここでしか買えない FC 限定スペシャルグッズをお見逃しなくと。うん、今ここでしか、あ、なるほど。下に WiZiU のちっちゃいマークがあって、まあ、上がこの、あ、これも WiZiU のマークだ。大きくってこと。それはそうだから、フロント、あ、こっちが前が前なんや。そうなんやな。うん、このマークやな。そのマークやなそのマークです。ホコリも見るの、ホコリがちょっとかかってますけど。そうやな。で、うん、バックが、20のマークと。だから鏡が裏なんやね。鏡が裏っていう概念初めて知った俺。10円玉みたいなもんじゃない。確かに、あの10って書いてあるのが実は裏っていうのあるじゃん。確かに。そう、そういう概念を持ち合わせてるんじゃない、うん、JIP さんもしくはソニーさんが。うん、そういうこと、うん、だから皆さんが裏と思ってるものが実は表かもしれないし、うん、皆さんが表かと思ってるものは実は 裏かもしれないよと。確かに、確かに。いろんな目線で見てくださいっていうメッセージが込められてるかもしれない。確かに。そうそこまで読み取れるから俺は。さまざまな意見があるから世の中には。そう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 、こうやって一方でいい、フォールじゃなくてこの気持ちを考えて、そういろいろやりましょう。いろんな目線で見ていきましょう。優しく20を見守ってくださいっていうことですね。メッセージ、メッセージです。うん、メッセージ込めたところフロントバックには、はい、で、これね、鏡だけじゃないんですよ。何？20オフィシャルファンクラブオリジナルの限定パッケージに入れてお届けしますと、まずね、はい、さらに、はい、さらにさらに限定ステッカー合計9種をランダムで1枚封入。 1.5 個に1枚がついてくると。これランダムです。9種ってことはメンバー全員ってこと、うん、1人だから、どれかよ。1枚ってこと、1ソリだけってことでしょ。ランダムってこと。あ、そうだ、別にね、ワンチャンくらいあるからね。この全部に9人が映ってる可能性もあるから。うん、そうそうそう、1人1人かもしれんし、そうそうそう、ワンチャンね全員が映ってるやつかもしんないからね。じゃあ商品1点購入ごとに1枚セットってこと、はい、そう、読んだだけやな。1枚セットって。俺も思った、それは1枚や。いや、1枚セットトラップカードをセットみたいなそうなる。そういうことな。そういう、だから
いろんなこのだからこの一個の文章でも区切ることによって区切るところによって意味が変わってくるよって、それもちゃんとここで区切る、要はさ変更報道が今あるじゃないですか、うん、ここだけを切り取って報道されてここだけを信じはみんながいるわけじゃないですか、そういう方々も、うん、だからちゃんとここだけをじゃなくて情報の全てを見てどこで区切るか自分で判断してそういう大人になってくださいっていうメッセージが込められてるってことですね、これは素晴らしい、そうです、商品です、素晴らしい商品です、これマジで考察がやばいでしょ、あ、まゆかって書いてました、すみません、じゃあ一人一人、じゃあ一人一人ですね、うん、はい、すみません、ということでじゃあ気になるお値段、まだです、まだです、予約販売期間、予約販売期間、これが1月25日、今日の11時から2月10日23時59分までと、うん、で気になるお値段、うん、3500円、税抜きです、高い、ちょっとはっきり言おう、うん、高い、うん、ハンドミラートレカに込められてるのかな、3500円はでも1枚3500円ってやばい、だってテンバイヤーでも800円とかで売ってるやつじゃないですか、このアートボードが2800円じゃなかった、確かに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 、アートボード、あ、そうじゃん、プラス700円でしょ、やばいわ、じゃあ、うん、そうだよ、トレカがえぐいのかもね、トレカってこんぐらいのサイズをイメージしてるでしょ、そうこんぐらいのサイズイメージしてるでしょ、勝手にね、うん、でしょ、うん、こうかもしれない、それもメッセージだよね、こうの、そう、めっちゃ分厚い、こうのこうかもしれない、分厚いのはいらんけどな、分厚さはマイナス点でしょ、それはトレカで、でこれもね、こう見てるからなんかさ、もうこんぐらいかもしれないってみんな思ってるけど、うん、それも固定観念、うん、こんなんかもしれないっていう、そう、そういう可能性も考慮してねっていうメッセージ、そうそう、あとこのトレカをこうやって表現したじゃん今、うん、これが写真撮る時のこう、うん、こうなわけよ、あ、なるほどね、これはテイクアピクチャーがもう迫ってきてるっていう、うんうん、メッセージってこと、メッセージやばっ、込められてんの、だからこれワンチャンテイクアピクチャーのグッズの一種だから、一種かもしれんし、だからね、さっき言ってたけど、そうミラーってことは、うん、写真を撮る前に、うん、自分の身だしなみを整えてねっていう、つまり、うん、テイクアピクチャーとかけられてるってことですよね、そうです、そうです、だからアートブックみたいな、アーティストブックみたいな感じで、メイキハピの時の、まず最初に1個ポンって出て、そっからドバッかもしれないですね、はい、そうですね、まあ FC 限定なんでどうか分かりませんけどね、で、これ皆さん、うん、これね、これビジュアル隠されてるの、うん、これなんでかって思うじゃないですか、なんでなんですか、これ僕はね、こう推理します、はい、これ下見ていってください、まあこれね、大きさがここに書いてあるんでこれ見てほしいんですけども、うん、これこう下に行った時に、はい、ここここ皆さん、これ絶対見逃してるんですよ、商品のお届けは2021年4月中旬を予定をしております、はい、これ、はい、新曲のビジュアルだからまだ出せないんじゃないか、信じるか信じないかはあなた次第です、でしょ、イルミナティ、イルミナティでしょ、これビル・ゲイツでしょ、これナスカの DOA ですよ、そうでしょ、これ、うん、そうなんじゃないかって話、今日はそういう回ですか、今日はそういう回、都市伝説回、今日は都市伝説回です、20の考察、そうよ、考察の回だよ、今日は好きあらば考察する回ってことね、そう、好きあらばって感じですね、今回じゃあこれ、僕たち何個買うんですかって視聴者さん気になってますよ、でもこれ9種でしょ、ランダムで9種、ランダムで9種ってことは、うん、9個買えば9枚揃ってわけじゃないと思うんですよ、被る可能性もあるんで、ランダムですから、それはそうだ、だから、うん、まあ、多分81個買えば9種揃う確率は高いでしょう、うん、確かにね、そうそうそう、だからちょっと計算させて、ちょっと、うん、だから、うん、理系だから分かるんだよ、その大体何個買えば全種揃うかとか分かるんだよ、平成のガリレオって言われてたもんな、お前平成のガリレオって言われてたから、どこでも書いてるから、うん、で、だから計算で俺が何個買うから、それを考慮して何個買うか出ました、お願いします、1個です、ありがとうございます、全部ね、うん、今後の人生とかも全部計算して、全部計算して80年後とかも、うん、で、今キツイなってやったでしょ、うん、1個だ1個だ、うん、1個でもキツイと、うん、気持ちです、1個買おう、まあ、何個買うとかもね、参考にさせていただきたいですね、確かに、もしね、めちゃめちゃ買おうよとかで言ったら、うん、コメントはね、僕こんな買おうよとか、何個買ったらいいとか、確かに確かに、そう、まあこういうのもあるんじゃないですかっていう考察とかもね、そう、さっき言ったね、うん、この文章にはこういう意味が込められてるんじゃないかとかそうそう皆さんの意見をね、意見、考察取り入れたい、楽しみましょうよ、これは、うん、って感じですね、はい、ということでね、はい、これもう皆さん、もう頑張って買いましょう、なんか結構ね、買わずに後悔してる人多いと思うんで、うん、お金に余裕がある場合はもう買っちゃっていいと思うんです、あの男の人でも、
でもステッカーがめっちゃいいかもしれないし、第1弾だからね、これは。そう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 、ファンクラブの限定の、うん、で、あとでなんかさ、転売のやつ買おうか迷うか迷うとか、うん、そういうの言うんだったらもうね、買っちゃった方がいいかもしれないですね。そうですね。そうです。はいはい、以上です。えー、ぐらいご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。